ハロー YouTube 先生学習会です。今日は立教新座中学校の入試問題を解説します。タラタラタラ。問題はあの角度を求めなさいです。与えられている条件は A、B、C、D が長方形ということと、ここの角度が50度ということと、頂点 C が辺 AB 上に来るように折り返したということです。自分で問題を解く人はここで動画を一時停止してください。ストップ。では解説をお願いします。この図の中で分かっている角度を言います。ここの角度はここの角度と同じなので90度。ここの角度もここの角度と同じなので90度。ここの角度は、長方形の一つの角の大きさなので90度。このことを図に表すとこうなります。ここの角度を求めるために三角形の内角の和から50、90を引けば出ますよね。このことを式に表すとこうなります。三角形の内角の和引く50、90イコール40なので、ここは40度となります。この2つの角はここで折り返されているので同じ角度ですよね。この一直線の角は180度、180度から40度を引いて、その残りの角を半分にすればこの角度が出ます。このことを式にするとこうなります。一直線の角度引く40度かける半分なんで2分の1イコール70なので、ここは70度となります。四角形の内角の和より360度から90度、90度、70度を引けば、あが出ます。このことを式にすると、こうなります。四角形の内角の和、引く、90度、90度、70度、イコール110。やって答えは110度です。はい、ありがとうございます。では、いってらっしゃい。